こんなほう、あれ、はい、というわけでね、今日は岡山駅、まあ、夜の街じゃなくてもう早朝の街に来てます。なんかね、やっぱ最近ね、お店とかじゃなくて外でなんかたむろ、ね、する人がめちゃめちゃ多くて、めちゃめちゃ多いっていうか、まあその自粛とかの関係でね、外で飲む人が多くて、どんちゃん騒ぎをね、まあ、場所によったらやったりとか、酒を飲みながらね、それでゴミがねめちゃめちゃあるっていうね話をちょっと聞いたんですけど、あれどこ行った？あ、向こうね。はい。で、今日はちょっとね、まあ掃除して していこうということで、なんだこれは。これは何なんですか、これ。あ、14G とか書いてある。はい、岡山駅でございます。早朝の岡山駅来ましたね。はい、こういうね、タバコのポイ捨てとかねあるんですけど、まあこの辺はね、タバコの数年エリアがあるんです。ああ、これは雪の宿、雪の宿っていうなんかお菓子を食い散らかして、すごい量ですね、これは。
ました。マスクが。マスク来ました。これ、酒のワンカップの蓋。こんなにやっぱゴミがあるんですね。もう飲み散らかしのね、これをタバコを吸いながら飲み散らかしてると、ね、まあでもこうやって置いてあったら何がおすすめなのかって分かるかもしれないですね。これこの飲み物が美味しいんだ。スモーキングエリアで、まあね、この美化する充填区域ね、まあ、路上でタバコ吸ったらダメだというエリアもあります、ね、タバコがめちゃめちゃありますな。ここにもね、もうこのね、まあ、駅にコンビニがあってね、便利なんですけどね、こうやって捨てるやつがねいるのは確かですね。便利な分やっぱね、食べ物をね、これコンビニで売ってるようなねものが多いです。はい、ね、これがマクドナルドのね食い刺しゅう。ね、これ大人気の蒙古タンメン。これも、まあ、これ美味しいんですけどね、まあ、でこのねスープをこの下に捨ててということです。わけで桃太郎通りでございます。あ、こういうものがね捨ててるあるとかちょっとわかんないですな。こんなものが、うん、でもやっぱこの時なんだろうな、この時間帯におる人なんかちょっと変な人がちょっと頭がなんか、うん、はい、カニ道楽。カラオケ屋もやってないですね。
ピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。ここで お酒を飲みながらみたいな感じなのかな。はい、でこのタイムズのやつですね。これ前なんかバリバリに割れててね、今もこんな感じで補修されてるという、この辺がやっぱひどいということになってます。なんかブリーチこんなとこでやるんだ、激しい。はい、というわけで今日はこんな感じで終わりました。まあね、こういう今ご時世なんで今日はなんかちょっと少なかったと、まあ、昨日とかね一昨日はだいぶあったみたいですけどね、まあちょっと気温がね低いんで今日はね、いつもはまあ10度くらいあるんですけど今日はもうね、今日も30ぐらい服着込んできてるんですけど、やっぱ寒いからやっぱみんな急に寒くなったんで、ね、外出なくなったのかなということで、またちょっと暖かくなったらねもっとゴミが増えるっていうことをね聞いたんで、はい、ということでまたちょっとこの企画ねどんどんシリーズ化していこうかなと思います。でまあね、まあ、どういう、ね、まあなんだろうな、こういうのってあんましね見せるべきっていうか、なんかね汚れてる街を見せるっていうのはどうなんだってあるかもしれないですけど、こういうのね公開していかないとやっぱりね現状が伝わらないんで、でもこうやってねゴミを捨ててくれてる、あ、片付けとかね掃除してくれる人がいるってことをね、分かってとか知っていただけたらなと思います。僕もまたあの、まあ、定期的にちょっとゴミ掃除しようかなと思います。この辺ね毎朝ね4時ぐらいからね、まあ、もし参加したい人いたらと言いたいところなんですけどね、まあ、実際どれぐらいいるのかということになるんですけども、今日はありがとうございました。じゃあそれではまた。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。